メインどころが続きます。どうもリップセレクトのあゆみと赤木です。さあ、先月からリップセレクトアーカイブと番組名が変更、ボリュームアップした内容で再始動しました。えい、リップセレクトアーカイブではリップセレクトの楽曲はもちろん、ブラックフレーバー、マイティーマイティー等の楽曲も含め解説アーカイブしていきます。ということで今日はなんと同じジャケットで先週と、はい、ビュンビュンぶっ飛べです。アルバムってことですね。はい、こちらはいかがでしょう。山ほどありますか。全然ないです。2個しかないです。全然ち、あ、で思い入れがないってわけではないですね。全然そうだ、たまたま2個しかない。だってこれはバージョン0とかシングルバージョンもありますから、うん、いっぱいあるからってことですね、はい、もしくはバージョン28とかも出始めちゃったらば、うん、相当辛いので。そうですね、 ちゃんと計算していかないと。小出しで、はい、じゃあその2個を長めにお願いします。2個長め。いや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 、それこそもうあゆみさんにねお願いしたいところですよ。ですか。まあ、手短にいきますよ。まあ、ビュンビュンぶっ飛べはそもそもこういうタイプの楽曲を作ろうってふわふわっとした形があって作ったものではないんですよ。うん、どういうことかというと、いつもは例えばライブでこういう曲を作りたいなとか、こういうのやりたいなとか、うん、もしくは我々にこういう曲ないからこういうのやってみようかなとか、こうっていう風にね、大体考えていくものなんですよ。はいはい。でも「ビュンビュンぶっ飛べ」に限っては、うん、先に歌詞があったんですよ。え、珍しいですね。そうですね、おおよそ珍しいですね。まあ、という意味ではコンセプトはあったんですけど、いつもだと曲を作りそこに歌詞を当てるっていうパターンなんですが、うん、こっちは逆だったんです。へー。で、このビュンビュンが BYUN2 BTB なんですけど、この2っていうのは当然キラキラとか、うんうん、でそれはもうかなり狙ってましたね。で、ただビュンビュンだけじゃちょっとつまんないな、何かを足そうと思ってたんです。で、歌詞の中にビュンビュンぶっ飛べっていうのがあったんで、ぶっ飛べにしようと。で、ぶっ飛べをひらがなにしようと。え、そう、一番最初。そうなんですか。はい。ですが、海外で出すときにぶっ飛べって登録すると、ひらがなで登録すると完全に文字化けしたんですよ。え、あ、これはマジいなと。なので、じゃあBTB しようと。だから英語が多いんですね、タイトルに。そうです、そうです、そうです、そうです。でも、あ、そっか、あまり今言えないですけど、次の曲のタイトルは日本語が入りますね。次の曲のタイトルは日本語が入ります。日本語が今作ってるリップの新曲だと、新曲には初めていわゆる日本語、要は iTunes とかで配信の予定がないので、うーん、登録で文字化けしないで、それが関係ないので日本語のタイトルになりますね。うん、楽しみですね。はい、2つ言いました。どうぞ。あら、これはあの曲じゃないですか、あの人をイメージしたというか。あの人ちょっとわからないです。どちら様でしょう。お名前をちゃんと。あの人ですよ。どの方ですかね。あのキングが大好きなアイドルの。だから基本的にその好きなアイドルとかいませんか。の中でも唯一名前を言えるアイドル。え、誰だろう。せせらぎさんです。違いますよ、それは。あゆみさん間違い、誤解です。何ですか。僕が大嫌いなアイドルですね。大嫌いですか。はい、あ、逆だと思いました。全然大好きでね、全然もう愛情の裏返しかと思ってましたよ。いい、いい、とんでもないです。もういい大人ですから、そのままストレートストレート抜けていただいてね。せせらぎさんが嫌いだって言われます。はい、何でしょう。せせらぎさんの曲じゃないですか。
全然セセラギさんの曲じゃないですよ、リップの曲です。強いては私の曲です。セセラギさんに捧げる曲じゃないですか、うん、で歌詞に、はい、リボンだけつけて可愛くなるわけないだろうみたいな、はい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 、あるんで、ささやかながら、はい、その時のミュージックビデオの衣装にリボンをつけたんですよ。なるほど。忘れてると思いますか。ささやかですね。しかも多分そのせせらぎさんは頭についてたと思うんですけど、はいはい、衣装についてました私。頭につけてるじゃないですか。いやもうそうなるともうだって、うん、私に言ってるみたいになっちゃうじゃないですか。ああなるほどな、うん、私ではないんだ。私ではないですけど、うん、まあささやかながらそんな感じです、ね、なるほどなるほど、のを、うん、衣装で表しました。まあだからそれぐらい当時僕は怒ってたんでしょうね。だからあ怒ってましたね、うん、怒ってました。怒ってた、遊んでた。だからふざけてましたよね。はい、まあ、かなりふざけてましたね。だから好きなのかと思いました。あ、せせらぎさんをですか。いいネタが仕入れた、うん、仕入れられた。そういう意味では感謝をしてるんですよ。うん、だけど例えばビジュアル的にとかお歌的にとか全く興味がないですね。特にビジュアル。じゃあ本当にもうリボンだけ、うん、リボンだけつけて可愛くなると思ったら思ってんじゃねえこんな野郎って思いましたからね。そういうもんです世の中。なんか、うん、そういう人って結構多いんですよね。まあそうですね、うん、特に最近というかちょっとイラッとくるタイプなんですよ。なんか昔とはアイドルも変わってきましたからね、うん、でもあれじゃないですか、もうアイドルはもう終わっちゃいますよ。大丈夫です。時代ってことですか。あのほら、ね、濃厚接触はね、あダメじゃないですか。あ確かに。だから身近で感じられるんですもんねアイドルって。うん、なんか、うん、チェキ取ったり握手会とか、うん、あれがもう一切できなくなりますから。確かに、うん、もうだから一種のこう時代の変革、うんうん、今多分ミュージシャンの人たちすごい大変なのは事実だと思うんです、うん、まあ、ミュージシャンだけじゃなくその関係者も含め大変なんですけど、うんうん、悪いことばっかりじゃないと思いますよ。まあそうですよね、うん、なんかまあ、僕らにとっていいか悪いかもまだ分かんないですけど、うん、だけど少なくとも僕がちょっと、うん、心的にねちょっともやっとしてたことがいくつかあることは今回の件で少し晴れます。えそりゃそうですよ。だってもうライブハウスだってアイドル会場になってましたから。あそうなんですか。なんか実際ライブがなくなっちゃうことは悲しいけど、うん、だけどあのままもし行ったとして、うん、果たして音楽史のためになったのかって言われるとかなりクエスチョンなので。あそれはもう音楽をやってる人の真面目な気持ちですね、うん、そうだね。別にそれが悪いとまでは言わないけど、うん、どうなのかなっていう、うん、だから今回毒を持って毒を制すじゃないけど、うん、これを機に何か新しいもの、うん、まあ僕らも今活動をねこうちょっと面かじ切りましたけど、うん、そういうのがあっていいんじゃないですか。でその中で面白いことは何かないかなとか、うんうん、思える機会はできたと思うので、うんうんうん、でもそうでもなかった多分28の YouTube の動画とか絶対アップしてないんだよ僕。そうですよね、うん、だから、うん、それはいいんじゃないですか。本当これを機に動画どんどんアップされてますよね、うん、あの私たち以外も。そうですね、今トラフィックかなり Google も伸びてますから、ね、うん、だけどそれが今度それ一辺倒にもならないですから、うーんきっと、うーん、みんながそれをやってまたそれともちょっと違うことしたいなとか出ますから、うん、まあ、僕もそうですけど。あ出てきてます。出てきてます。おお何やるか楽しみですね、うん、もうね実はちょっと動き始めました。おお、もう考えてはいるんですね、はい、いますいますいます。あらららら、だけどなかなかね技術的にとかお金的にとかね、うん、難しいこともありますよね。ただ YouTube の今これやるっていうのは今までで言うと、うん、楽曲を作り CD を作りもしくはストリーミングとかダウンロードの販売みたいなこと、うんうん、のもう最低限やらなきゃいけないこと、うんうん、と多分同じぐらいの価値になると思うんですよ。でもまたそれプラスアルファ何しようっていうになるんじゃないですか、うんうん、まあ楽しみですよね。楽しみですね、はい、はい、では今週は以上となります。
はい、この動画が気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録、アラーム設定をお願いいたします。またリップセレクト会員サイトチームセルフィッシュでは皆様からいただいた質問に答えるトークセルフィッシュを更新しています。そちらもぜひご覧ください。それではまた次回お楽しみに。リップセレクトのあゆみと、お疲れ様でした。